濁り湯で気持ちいいなぁ。あ、コーナーってなんかあるんかな。説明しよう。あ、本温泉のコーナーは疲労回復、神経痛、筋肉痛、肩こり、腰痛、ストレス解消、低血糖、リウム、子宮構造、肌構造、愛体、受信力アップなのだ。コーナー聞いてなくて何にもわからんかった。てか、なんか変なん混ざってたような。まだこの辺に貼るんかな。もう一回コーナー聞きたいなぁ。この場所に行った。こういう仕事の人、神経痛、筋肉痛、肩こり、腰痛、ストレス解消、便秘、リウム、健康増進、肌効果、愛体、受信力アップなのだ。あ、また効能聞き逃した。けど、Wi-Fi 受信力アップだけ聞き取れた。は？スマホつけたらええの？もう一回。めっちゃ気持ちいい！もうこれだけで十分やろ！めっちゃ送られた。走ってるところすみません。アンケートなんですけど、お時間よろしいでしょうか？よろしいわけないやろ。今駅伝中やねん。ちょうどよかった。今、駅伝中の方対象にアンケート取ってまして、誰対象にしてんねん。今、駅伝中のあなたに質問です。勝手に始めるな。駅伝中に一番困ることって何ですか？アンケート取られることや。おっと、後ろから失礼しました。駅伝中に一番驚いたことって何ですか？アンケート取ってるやつが後ろ向きに走ってるくせに、私より足早いことや。桃のペン、任せた。ちょうどよかった。今、たすきをもらったばかりの第二走者さんを対象にアンケート取ってまして、あいつ、次の区間も一人で行く気か？戦力に欲しい。占って欲しいんですけど、はい、では。ほう、あなたは何か大切なものを奪われてしまいそうです。マジか。何か、家に溜め込んでるものはありませんか？なんやろう。色は黄色です。お金かな？コイン的な、ラッキーなもの、いろいろ伝えていきますね。はい。ラッキーカラーは茶色。ブラウン系ね。ラッキーフードはバナナ。ラッキーアイテムはタル。ラッキーファッションは裸ネクタイ。即逮捕やん。ラッキーアルファベットは D と K。お前、全部ドンキーコングやないか。ラッキー運動は前転。ラッキー運動ってなんやねん、気色悪い。ラッキー楽器はタルコンガ。夏いな。あれ、周辺機器やで。ラッキー髪型はこれ。ドンキーすぎるやろ。ラッキーライバルはこいつ。初期ドンキーなんや。ラッキーフレンドは赤タンクトップ下半身丸出し赤棒チンパンジー。DD 変態みたいに言うな。うち友達にチンパンジーおらんて。チンパンジー、オランウータン、類人猿大好きか。つまり、あなたが一番ラッキーなスタイルはこう。立派にセクハラやぞ。これで奪われた大切なものを取り返してください。家に溜め込んでて黄色。バナナやないか。うち溜め込んでへんわ。料金はゴリラです。うるさー。白のべさんを殺した犯人は誰なんだ。その答えはもう出てるよ。あ、ノーベス先生。白のべさんを殺したトリック。そして犯人。謎はすべて解けた。なんですって？では早速みんなを呼び出して、その前に、信頼している君に私の推理を確認してほしいんだ。はい、わかりました。では話すぞ。まず、犯人が、こっからって、あれ、死体があった部屋じゃなくて、ピアノか。オルガンってでも学校しか見ひんもんな。その部屋の入り口からこう、バーっと入ってくるんよ。で、多分その感じで、その前に、白のペスさんを、呼び出してるんよ。で、ほら、なんかお金借りる？めっちゃなんか白のべさんって資本持って、じゃあ、資本じゃない、資産持ってはるやんか。で、借りるのに、犯人が先に呼び出してあったんよ。白のぺさんをな。で、やから、そうか、やから先に白のぺさんが、この辺とかにおって、じゃなくて、この辺ってわからんか。わからんよね。この辺だ。おもろいな。まあ。で、白のぺさんに、犯人が声かけ、逆か？白のぺさん、犯人が白の、どうしてもええな、別にな。別にええねんな。別にええやんな。いや、そこで、多分、めっちゃ言い合いになったんよ。ばーって、めっちゃばーってなったんよ。で、想像でしかないけど、聞いたわけじゃないから、想像でしかないんやけど、で、ばーって言い合いになって、で、カットした犯人が、なんかここで殺すかと思いきや、まだここでは殺さんのよ。え、今殺すかと思ったやろな、絶対思ったやろ。でも、ここは犯人の、その、怒りの、ボンテージを上げただけやねんで、あ、先生、で、何？うち説明してるときに止められるの嫌いやねんけど。ボンテージじゃなくて、ボルテージです。ああ、そうなんや。うちボンテージって言った？もう覚えてへんのやけど。言いましたね。ああ、そうなんや。ありがとうありがとう。でも止められるん嫌いやわ。あと、もう一つなんですけど、今のタイミング。今のタイミングはあれやな。話し始めてなかったもん。話し始めてたら切れてたかもしれへん。グッジョブグッジョブ。ありがとうございます。で、言いたかったことなんですけど、今の話全部いらないっすね。犯人とトリックのところだけでいいんですよ。ボルテージが上がったところとか、前の段階でそんなに尺取らんのですよ。背景は前置き的な感じで、さらっとお金に困ってた犯人は白のべさんにお金を無心してとかでいいんですよ。何をそんなごちゃごちゃと。てか、あんた話下手やな。何言うてるか全然わからへんかった。ピアノ？オルガン？どっちでもええわ。なんとなくわかる。オルガン学校でしか見えひんとか知らん。白のぺさんがこの辺に？いや、わからんよ。自分でも気づいて笑ってたけど、なんもおもろないわ。どっちから声かけたとかマジでどうでもいい。あと、急に話しかけてくな。焦るやろ。こっちもこれ何の時間やねんって思ってたとこやねんから。想像でしかないこと言うな。必要あってもこんな意味ないとこで使うな。あと、想像のくせにやたら熱量持つな。擬音多いねん。と思いきや、種類少ないねん。全部バーで済まそうとすな。バリエーション出せ。お前、話長いな。お前が言うな。私は意味のある長さや。あんたはとか、とか、まあまあまあとか、資産かとか意味ないのが多いねん。で、うちの推理どうやった？まだ推理まで行き着いてへんやろ。今のとこ全部カットや。犯人とトリックだけ話せ。でも、その、証拠とかアリバイとか言い訳されたら、それは気にすな。答えだけ持っていったらええねん。犯人側がなんかええ感じで回してくれんねん、こういう推理っていうのは。そうなん？そう。犯人が全部うまいこと質問してくれるから、あんたはすぐに答え出せるようにしといたらええねん。なるほど。あと、余計なことは言わない。正確かつ簡潔に伝える。アリバイはって聞かれたら、何々のトリックを使ってましたって。これだけでいいから。基本は質問されたら答える。オッケー？はい。よし。返事や。ところで、犯人とそのトリックは、外部犯でも捕まった。自供もしてるらしいです。時間返せや！ようこそお越しいただきました。シェフののぺです。ご丁寧にありがとうございます。今日はイリュージョンコースをご用意させていただきましたので、ぜひお楽しみください。わー、楽しみ。3、2、1。おー、すごい。天才だ。3、2、1。あ、花がなくなった。中からスープが、おー、前菜とポタージュです。美味しそう。いただきまーす。3、2、1。あれ？お料理が、では、どうなったの？お料理、食べられへんの？でも、花瓶に入ってるスープはちょっとあれかも、あ、戻ってきはった。さっきのお料理は、3、2、1。お、おー。3、2、1。おー。すごい。おいしそう。3、2、1。ちょっと。なぜお料理を消して去っていく？てか、旗の入ってた帽子から鳥料理を出す衛生管理と倫理観よ。あ、また戻ってきはった。お料理ではメインの牛フィレステーキをご提供します。さっきまでの、本格的なイリュージョン BGM が、誰ですか？店員さんにあんなバニーさんいました？3、2、1。こちら、牛フィレステーキです。なんか嫌。3、2、1。さっきから1回ぐらい食べさせてもらいます？チラ見せばっかで一口も食べてないんですけど。お腹具合はどうですか？お腹、なんかめっちゃお腹いっぱい。イリュージョンで胃の中へ移動しました。食べさせ、味わわせ、お腹入れたらええってもんちゃうんよ。ご満足いただけましたか？そう見える？むしろあなたはええの？私この店の味知らんまま帰ることになるけど。ちょっと、まだ話は。どうなってんねん。パンとアフォガードも召し上がっていただきました。やから味わわせ。赤鍋さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。本日インタビューを担当させていただくのぺです。赤のぺです。気楽に行きましょう。はい。自分なんか映画撮ったんやな。映画おもろいみたいやん。じゃあいろいろ聞きたいから答えてーな。気楽が過ぎるわ。それはただの失礼。気持ちは楽に、ただし敬語を使って話してください。はい、すいませんでした。では、お聞かせくださいや。今回の作品は、めっちゃ面白い感じに仕上がり立てまつったとのことですが、立てまつった？特におこだわりになったおポイントはあったりされる？言葉遣い変やで。こだわりポイントは、お言葉を遣いが変と。あ、違う。こだわったポイントじゃなくて、次のご質問いくですぜ。ですぜ。出演陣殿は、ご監督が直撃でお声を引っ掛けたそうですが、ファンのご意気はおいかがでしたか？ファンのご意気？雰囲気ね。やから分かりにくいねんて。ずっとおかしなこと言うてる。分かりにくいご出演者が、ずっとおかしなことご喋られてると。違う。おかしやなくて、変って意味のおかしいで、しかもそれはあなた。監督が他人様の映画をおパクリになられたとの噂もあったっぽいで、その事実はあった系ですか？おパクリってなんやねん。おパチリに、おパチリでもない。おペチリに、おペチリでもない。あったけど、パチルがペチルになるってやつ。おパクリになった事実があった？作品名は、パチルがペチルになるやつ。というおことですかい？違う。あったって、盗作したいうことじゃなくて、パチルがペチルに変わったよねって話。変わったよねが話？なんで今そぼうちゃんが出てきはりますの？そぼうちゃんって何？雰囲気でしかわからんけど、おばあちゃんのこと言うてる？どこから出てきたの？もう今日は家から出てきやがりました。会話成り立てへん。もう今日はインタビュー終わり。今度は他のインタビュアーよこしてくれ。なんで最後、会話成り立てへんって、会の話してたんやろ。とりあえず、おパクリになった。おパクリ、はまぐり。関係あれへんな。持ち帰って早速記事にするぞ。砂を吐いた貝だけに。産まないわ。産まいないことぐらい分かっておじゃりまする。もうええわ、アホ。動画最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。